俺は男だけど、アステルクのフッキータも好きだけど、でもホロライブガチ恋勢いっぱいいるからむずいのか。いやいや、なんか、いや、どこも好きな人はたくさんいるでしょ。どこもガチ恋勢はさ、絶対いるよ、どこにも、どこにでもね。なんか別に普通に、なんかホロライブさんは、ガチ恋勢さんが多いから無理とか、なんかその、そうじゃなくて、アイドルなんでね。っていう、単純に。僕はアイドルじゃないからさ、なんとでもなるけど。アイドルっていうのはやっぱその、何？夢を見させるのがお仕事じゃん。だから、夢を壊さないようにした方がいいわけなんだけど、うん。だそのガチ恋勢はどこで、もう正直どこにでもいるんだよ。だってさ、ミッキーにもガチ恋勢はいるんだから。ミッキーのガチ恋勢は本当に怖いぞ。そのじゃあミッキーがさ、私はガチ恋勢がたくさんいるから、じゃあ、その人たちに向けたフォーカスの活動しますってやってないじゃん、ミッキーは。ミッキーにはちゃんと、メインのお話にはちゃんとミニーっていう恋人がいて、でそのミキミニもショーの中でさ、イチャイチャするじゃん。ガチ恋勢がいたとしても、そういうね、そういうことをすることもあるわけ。だから別の夢なんだよね。ミッキーは恋っていう夢を売ってるんじゃなくて、なんかファンタジー的な夢を売ってるからいいよねっていう話で、だから僕はどっちかっていうと、なんか恋を売ってるっていうかは、恋を売ってるっていうかはエンタメを売ってるから楽しいみたいな。だから、そういう人たちとは相性がいいって話よ。恋を夢として売ってる人はやっぱ難しいんじゃないか、僕の絡みは。でも最近さ、思うことがあるんだよ。ニューちゃんってさ、恋を売ってないかって思い始めて、恋しようかなって。アスニューはない。そう、だからアスニューはないから、アスニューはもう終わりで。可愛いじゃん、ニューちゃんって。基本的に。可愛いやん。やからさ、やっぱ可愛いを見に来てる人いると思うんだよね。いや、そこにさ、僕いない方がいいじゃんって最近思い始めて。まあもう、いいか。いや、ニューちゃんのことが嫌いになったとか、ニューちゃんのことが嫌いになったとか、そういう感じじゃなくて、だから、別にニューちゃんが、ニューちゃんが僕と一緒にいて、100% 何の濁りもなく楽しいって思ってればいいよ。濁りもなくね。楽しいと思えればいいんだけど、いや、僕はニューちゃんの中で濁りがあると思ったんだよね、最近。濁りが。濁りを感じた。いや、ニューちゃんって、まあ僕はなんか配信者だからさ、配信者だから、その配信者の気持ちもわかるわけよ。なんかね、ニューちゃんはマジで、視聴者さんを大切にしてる人だと思ってるから、僕と、ああいう絡みをして、喜んでくれてる人も、喜んでくれてない人の意見も多分両方ともちゃんと受け取ってんだよね。で、僕は何を言われても、別に、みたいな感じなんだけど、ちゃんと両方とも受け取ってるから、そう、だから、濁りを感じた。なんかどこまで行ったらいいのかなみたいな、もうね、すごい濁りを感じた。だからポイしてあげた方が楽かもみたいな。僕のポリシーなんだけど、中途半端がいっちゃいかんのよ。オーバーにやっちゃった方がネタにできるのよ。ネタとして見れるのよ。その戸惑いが逆になんかガチ感見えるから。いや、もう誕生日だから、もう今好感度めっちゃ上げたじゃん。めちゃめちゃ上げたから、一回落としとかないと、好きになっちゃうじゃん、ニューが。僕のこと。本当に、本気でね。だから一回下げとかないと。いいの？じゃあニューが僕のこと好きになっても。みんながいいならいいよ。でも好きになるよ。お前ならいいよ。好感度調整が大事だから。その自信はどっから？一応ね、僕生まれてきてこの方、自分がこの人好きにさせようと思って両思いにならなかったことないからね。きっしょ。
まあでも童貞だから僕。うん、でも童貞だから大丈夫、みんなと同じ一緒。いらん憶測とかはやめてほしいかなっていうのはあるかな。そこはね、やっぱりさ、まあ、みんなそれぞれさ、まあ、考えることって違うと思うし、いろいろ考えちゃうことはあるだろうけど、まあ、私がさ考えてることってみんなにわからんじゃん。しかも、まあ、配信外で何が起きてるかってみんなわからんじゃん。まあ、そこでね、その憶測でいろいろさ語っちゃうのってやっぱり良くないなって思うからね。そういうのはまあやめてほしいし、私もね、ただそこをね勘違いさせちゃうような行動をしてたのは確かではある。それはね本当に、だからそこはねごめんねっていう話はしたい。ごめんね私はねやらかしたなって自分でも思ってる。ねえアスク、ごめんって。本当にお前は関係ねえんだよ。本当に関係ねえんだよ。ねえやめてよ。ねえニューはガチじゃねえからな。私本当にさ、ちょっともう一回言うけど、ちゃんと私もさエンタメって分かってるし、私の演技が上手くてごめんな。逆に私さ、みんなにさ甘えるのが上手なんだよ。そういうことなんだよね。ねえよくさみんなにもさ、なんかこうやってさなんかやるじゃん。みんな、私みんなのことも好きだよ全然。なんか振られてない？知らんわ。別にそんなことないよ。え、全然もう I love you。 もうみんなのこともだいぶ言う。ちちちそういうことだよね。よく私勘違いさせる系なんですいません。私